初めて来た時にこの、まあ、いい練習の中でみんながね質が高くて、まあ、この中で何ができるかって最初言ったんだけど、まあ、みんなこれから選手権もあるし、あと、まあ、プロ行く人もいれば大学行く人もいるとか、その先にもねそれぞれのこの壁っていうのが待ってると思うんだけど、プロ行く選手もそこからスタートだし、そこからが勝負だし、はっきり言って大学行く選手もそこからプロに行く道もあれば、まあ、プロ行かなくかもしれない。でも常に思ってほしいのは、まあ、黒田監督が常に日頃から言ってるかもしれないけど、出れないのは出れないラリーの理由があるから、だから自分にも矢印向けてほしい。常に他席には絶対しないでほしい。環境とか絶対逃げないでほしい。こんだけいい練習しててこんだけ質の高いとか、いろんないいことをこう感じてるから、負けるなら負けるなりの理由がある。常に自分にこう矢印向けて、どうやったら成長できるかっていうのを、出てる出てない関係なくてね、これから選手権の後も人生は続くわけだから、まあ、俺もずっと自分に矢印向けてるし、こうやってチャレンジする中で、だからみんなにもそういう気持ちでやってもらえればと思うので、まずはそのプレミアだったり選手権って目の前にして頑張ってください。応援してます。されてます。ありがとうございました。